今回の舞台は東京都葛飾区堀切。特に堀切菖蒲園駅の周辺は町中華の聖地と呼ばれているんです。そんな堀切菖蒲園駅周辺でうまいもん探しの旅、食べる堀切。はい、食べるトミーです。ということでね、最近ですね、堀切菖蒲園のグルメ動画を上げたんですね。 URL を貼ってあるんでね、ぜひ概要欄から見ていただきたいんですけども、今回はね、その続編と言っていいと思います。ということで今回はご覧の3選、まずは下町の町中華から行ってみたいと思います。向かった先は堀切菖蒲園駅から徒歩3分、長戸。いいじゃないですか、この店舗用の軒先テント、ちょっと継ぎはぎの跡なんか見えちゃって、こういうのも愛嬌です。さあ店内に入ると、そこはザ町中華、いいですねこういう雰囲気。そして卓上のメニューを見てみると、ハイボールなどのお酒が280円から、これは安い。そんな長門での一品は、それは酢豚。酢豚のいいところは豚肉以外の野菜を豊富に摂れるところ。長門の酢豚はかまぼこが入ってるのが特徴的だと思うんです。そんな酢豚を一口噛むと、口の中にじゅわっと広がる甘さと酸味、これが酢豚だ。京成線の音を聞きながら食べる酢豚、外はカリッとしていて中はジューシー、甘みと酸味、そしてとろみが白飯とよく合う。そこにかまぼこ、これはある意味主役かもしれない。町中華ならではの酢豚のかまぼこ、パイナップルじゃない、かまぼこだ。最後は残った酢豚を白飯にかけて、オリジナル酢豚丼、完成だ。うまい。ただ一言、うまい。やっぱり町中華の酢豚は幸せな気分になれる。ハピウマ。さあ続いての一品は極みの塩ラー。って何？まあ見てください。ということで向かったのは堀切菖蒲園駅から徒歩1分、ラーメン丸一。この通りから見てそれとわかる看板が特徴的なんですが、もう一つ特徴、ご飯、中盛り、野菜、これ全部無料って書いてあるんです。さあラーメン丸一での一品は、それは極みの塩、いわゆる塩ラーメンなんです。さあスープを見てみると、鶏、豚、お出汁のトリプルスープの上に背脂が浮いています。そして具材はチャーシュー、卵、そして長いメンマ、それから刻みネギ、大根おろし、そして辛そうなスパイスがかかっていますね。そこに無料のライスと、これまた食べ放題無料のナムル、学生さんやお腹いっぱい食べたい人は嬉しいですよね。店主の優しさだと思うんです。さあというわけで、まずはスープからいただきます。するとほんのりぬるめなとろみのあるスープでした。とろみがあるスープは熱々だと熱くて食べられないんでね、温度も冷めることなくちょうどいい感じだと思いましたよ。さあ続いてはつるつるっとね、麺をいただきたいと思います。すると、まあ見てください、この綺麗な色した麺、そしてこれは中太麺でしょうかね。お出汁の効いたスープとね、よく相性が合っていました。さあ続いてはチャーシューを食べるんですけど、どちらかというと柔らかめの食感、とろっとした食感なんですね、僕好みです。そして何よりこれね、香りがふわっとしてね、いいんです。多分ガスバーナーかなんかでちょっとね炙ってるんじゃないかと思うんですけど、このチャーシューの香り、やみつきになる香りです。さあ卓上のスパイスに目を向けてみると、これまた種類が豊富なスパイスが並んでるんです。
その中でもニンニクを投入してみました。まあこの手のスープにはね、ニンニクがちょうどいいんじゃないかなと思ったんですけど、するとニンニクが効いたスープ、これね味変したんです。さあ今度はですね、煮卵、見てください、この見てそれとわかる半熟具合。僕ね、ラーメンの卵はね、とっても好きなんです。なんだか卵を食べると幸せな気分になれるのは僕だけでしょうか。最後は無料のライスとナムルを頬張ってスープをかき込んで、本当に美味しくいただきました。いやー、店主の優しさがスープににじみ出たような味でした。塩うま、品のある美味しさでした。さあ続いては営業再開カレーと書いてあるんですけど、堀切勝負園で有名なカレー屋さんです。というわけで向かったのは堀切勝負園駅から徒歩1分、カレーショップアルー。このカレーショップアルーはですね、最近ずっと閉店していたんです。ところが4月下旬突然営業を再開。もうどうしたのかな、これ以上営業しないのかなって本当に心配しましたよ。営業再開おめでとうございます。というわけで早速入っちゃいました。さあメニューを見てみると、いろいろな種類豊富なカレーがあるんです。その中で選んだカレーは、やっぱりこのお店の代表作アルーカレー食べないと。そのアルーカレー見てください、大きなお皿に盛られたご飯とカレーのルー。何何、久しぶりに食べるから大盛りにしたって、いやいやこの量でこれ普通盛りなんです。すごいでしょ。さあ普通盛りだけど大盛りなアルーカレー、今回は何口で食べ終えるかカウントしてみたいと思います。さあそんなアルーカレー、一口食べるとわかるんです。それは豆とひき肉の甘み、そこにピリッと効いた辛み、これ癖になるんです。その辛さは全部で5段階、僕は今回小辛にしたんですけど、これが甘みと辛み、ちょうどいいバランスで、僕はねこの小辛おすすめです。さあ甘みと辛み、ちょうどいいバランスのアルーカレー。そんなアルーカレーのお供には福神漬けとらっきょう、これ食べ放題なんです。いいですね、やっぱりインドカレーにはないジャパニーズカレーに福神漬けとらっきょう、これ最高な組み合わせだと思うんです。さあとっても美味しいアルカレー、スプーンが休まることのないアルカレー、いよいよ半分まで来ました。ここまでで10口で僕は食べましたよ。さあ後半行きましょう。あそうそう、このアルカレーについてくる卵、これデフォルトでついてくんですけど、火曜と土曜はさらに1個無料でついてくるんでお得ですよ。みんなね、卵食べたけりゃ火曜と土曜へ行ってください。ついでに言うと生卵とかゆで卵とか選べるんでね、ピリリと辛い口休めにこの卵絶対必要ですからね、美味しく感じるんです。さあ普通盛りだけど大盛りなアルカレー、いよいよラストは何口かになってきました。さあ24口目から5口目へ行こうとした時にまさかの涙、これは営業再開を嬉しい涙か、それともアルカレーのピリリと効いたスパイスの涙か、どっちか分かんないけど本当に美味しくてたまらないんだ。さあ何度も言うけど普通盛りだけど大盛りなアルカレー、僕はちょうど30口で完食しました。皆さんは何口で完食できますか？
た営業再開で久しぶりに食べたアルカレー、まさに涙が出るうまさでした。特うま。登録。